ていうようなところで経験積んで、やって、そういう場でもですね、慣れた試合をできればなというふうに思いました。いい経験させてもらいました。ありがとうございます。はい、藤田選手は、はい、あの狩野選手はもう、はい、もうめちゃめちゃ強いんですけど、藤田選手はですね、狩野選手はあの手がちゃんとカテゴリーの A でしっかりグーパーできるんですけど、はい、藤田選手はちょっと障害が重くてですね、あの手がこうしっかり握れないので、このようにテーピングでぐるぐる巻きにしてるんですね。すごいですね。でそれの状況の中であれだけ剣を振り回すっていうのはすごく、まあ、血もたまるし筋肉にもすごいダメージがかかるので、あ、しっかり今日はトレーニングしてきたなってちょっと嬉しくなったんですけど、どうですか？そうですね、あの、大体いつもこういう流れで、あの、裏でまた怒られるようにもイメージが山田さん、こう、どうなの？これ山根会長だったら怒ってるぞ、これ。やばいやばい、怒られちゃう。そうそうそう。まあなんかあの、うちはなんか常にこう、フェアな協会なんで、もう、会長と選手がトントンみたいな。やはりあれですよね、高校時代からの先輩後輩という関係もあるからこそ、はい、時には厳しいアドバイスが飛んだりとかするという中ですけど、まあ、裏で厳しいですよ、はい、で帰らないで5分ずつ続きましょうか。そうですね。しかし皆さんいかがでしたか、車椅子フェンシング。激しいですよね。あの剣に結構目がいっちゃうんですけど、僕個人的なツボは後ろの手とか、あの車椅子をギシギシしながらやるあの後ろ手が結構好きで、あのなんて力強さっていうのは、あの健常の人間ってですね、地面から重力もらうのでここから力をもらうんですけど、あの座ってるとですね、実際踏み込んで立ち上がれないってことがあって、しっかり左手でとかもしくは右手でグッと力を入れてプレーをするんですね。あのこうギシギシっていうのが僕は結構好きなので、緊張感が、そのぜひまた見てもらえたらな。そうですね。さあ、そんな左手ね、右手この押さえている方の手もご注目いただきたい、そんな車椅子フェンシングなんですけれども、パラリンピック、東京のパラリンピックの期間は9月の2日から9月の6日まで幕張メッセでの開催となりますので、ぜひ太田会長がね教えてくださった見どころなんかも含めて5,000円いただきたいなと思います。はい、それでは一言ずつご挨拶をいただきたい、東京パラリンピックに向けてご自身の意気込みなんかも含めて皆さんにご挨拶をお願いいたします。健常者とあのフェンシングとですね、同様魅力を伝えて皆さんが応援していきたくなるような、まあ、選手であったりとか、まあ、そういう競技の、発信の仕方をしたいと思っておりますので、まあ、ぜひあの応援のほどよろしくお願いいたします。続いて藤田選手からお言葉をいたします。そうですね、この普通のオリの方じゃなくてパラの方はそのやっぱ一人一人障害、どういう障害を持ってっていうそういうプロセスとかもやっぱり あるので、そういうところもあのなんか見ながら、こういうこの選手はあの例えば加納選手だったらあのバイクで事故って、あ、こういう辛い思いをして今ここに立ってるんだっていう、そういう背景を見ながらあの選手を応援していただけるとまたあの面白いかなと思います。2020年応援よろしくお願いします。ご紹介をしたいと思います。車椅子フェンシング日本代表藤田道信選手、そして加納慎太郎選手にお越しいただきました。